今日はビクターに潜入捜査にやってきたよ。タッ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 タ。ここが入り口か。ビクターエンターテインメントグループ。ここが受付です。タッタラー。すごいな。そしてここは、あ、可愛いのがあるな。タダーン。七夕か。なんと、このビクターの犬も、4匹もいます。2、3、4、ウンウン。もう俺たち仲良しじゃね。アジサイも咲いているよ。やったね。だったら、ニッパーの感動的なお話の絵本だってあるんだ。お、なんだ、ニッパー元気かよ。俺も元気だよ。みたいな、こういう感じです。だったら、そうするとなんとここがビクター自慢の開放的な打ち合わせ場所です。ここでココもいろいろやっているよ。だったらここからの眺めはすごいんだ。ダダダーン。あれ東京タワー見えんか。何が見える、ここ、何が見えるかな。あ、飛行機が見えるよ。ほら、あっちに見えるよ。俺の鼻の先は飛行機だ。こんな風に東京の街が一望できる、とっても素敵なオフィスだね。ほら、こったらもう浮いてるみたいでしょ。そしてなんとビクターは飲み物のサービスだって充実しているんだ。こうやって飲み物をもらえるよ。ここがよくココがファッションショーをしている廊下だね。これも打ち合わせのブースがいっぱいあって、ここも人気だから何日も前から予約しないとダメなんだ。あ、カッキーがいる。ココファンにはおなじみのカッキーもやっぱりビクターでお仕事頑張っているね。恥ずかしがり屋さんだから映さないよ。というわけでこれがビクターのなんつうかな、広いけどちょっとしたワンフロアを紹介しました。じゃあまたね。バイバイキン。バイバイキン。